ラスロジェレはユーゴスラビアセンター出身の男子プロテニス選手。ATP ツアーではシングルス2勝。自己最高ランキングはシングルス27位。2013年大オープンで ATP ツアー本戦初出場を果たす。グランドスラムでは2016年全仏オープンで本戦初出場を果たした。2019年リオオープンでは初戦で 世界ランク8位のドミニクティームを破り、そのままツアー決勝初進出。決勝でフェリックス・オジェアリアシムを6、3、7、5で破り、初優勝を果たした。全仏オープンでは3回戦に初めて進出。第7シードの西コリに、第5セット3から0とリードするも4から6、7から6、3から6、6から4、6から8で破れた。 W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル。 S, S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。